ベルトストーブ専門店渋川市ベルトストーブ群馬です。今日はちょっと朝曇りがちでして、温度もですねちょっと10度、今度もそうですけども、切っておりますけども、日中はですねお天気回復ということで一安心をしております。さて今日はですね、以前より計画をして、そして、施工日を決めておりました、ベルトストーブの設置にですね東吾妻町に、のお客様にお所に お邪魔をしたいと思います。採用されたストーブは、温風の出ないものということで、国産のですねフォーム圧製の RS4、 こちらをチョイスをいただきました。初めはですね温風がいいかななんていうお話もあったんですけども、やっぱり最終的にですね、トップで煮炊きもできる、そして、音が静かで柔らかい暖房ができるというところが決め手だったようであります。この後ですね準備をして設置に伺いたいと思います。ペレットストーブメンテナンス申請地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。